さんこんにちは。こんにちは。今年の夏、私はドーバー海峡と津軽海峡を泳いできました。でも本当は本来ドーバー海峡の往復泳をやりたいのです。それの前哨戦として今年はドーバーや津軽を泳ぎました。ちなみに今年泳いだドーバーはワンウェイといって片道です。津軽はスリーウェイを泳ぎました。スリーウェイとは行って帰ってまた行くという一往復半です。それでは来年泳ぎたいドーバーの往復泳は何ウェイと呼びますか。わかりますか。片道がワンウェイです。往復泳はツーウェイです。これから先ワンウェイとかツーウェイとかスリーウェイとか何回数字を喋るかわかりませんけど、行ったり帰ったりするのか覚えておいてください。申し遅れましたが、私の名前は藤田美幸と申します。ここのバレー部の監督さんとはお友達です。20年ぐらいのお付き合いになります。今回そんなドーバー 2A を泳ぐ夢や希望を話してほしいと頼まれてここへやってきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、この写真を見ながら私の話を見てくれればいいんですけど、こんなことをしてるんだっていうのが大体想像がつくと思うんですけど、横にずっと口で分けてあります。それからドーバー海峡をイギリスではチャネルと呼びます。ドーバー海峡を泳いで渡ることをチャネルスイミングと呼び、ドーバー海峡を横断する人をチャネルスイマーと呼んでいます。また一人で泳ぐ人をソロ、数人6名で交代に泳ぐ場合をリレーと言います。さて皆さんは津軽海峡といえば、ああ青森と北海道にある海峡だなと気づかれることでしょう。ではドーバー海峡はどこにありますか。ご存知の方、ドーバー海峡はどこにあるか思いますか。多分テレビで見たことあるかもしれませんけど、フランスとイギリスにある海峡です。距離は直線で34キロ、安城からですと名古屋くらいまでの距離です。天気が良ければ向こう岸まで見渡すことができます。どうですか、皆さんはこの距離が遠いと思いますか、近いと思いますか。もちろん海ですから潮の流れもあって直線的に最短距離を泳ぐなんてできません。まあ流されながら泳ぎますから、泳ぎ流されながらの移動距離はもう少し短くなります。今年は、これは今年の地図なんですけど、上げるには短い距離の方が高いということになりまして、やはり泳ぐ速さも必要になってきます。位置としてのドーバー海峡は地球の北緯
51度付近にありまして、これを日本付近の緯度で表すと、北海道のさらに北、北海道わかりますか？わかるよね。北海道のさらに北、サハリン中央部にあたります。しかし、イギリスの気候は西岸海洋性気候と呼んで、サハリンより暖かいのですが、夏の海水温は16度 C と非常に冷たいです。16度 C って大体どれぐらいかわかりますか？コロナとかお風呂屋さん行って水風呂がありますよね。あれぐらいなんです。大体みんなサウナ入った後水風呂とか入ると思うんですけど、あれぐらいの水温です。あそこを泳ぐんです。さらに加えてドーバーでは潮流の速さがあります。潮流の速さは最大で時速 10km 以上、走るくらいの速さです。もちろんこのような状態の時には泳ぎませんが、泳ぐタイミングの時でも時速 5km 程度、歩くくらいの速さの潮が流れています。泳ぐスピードは私の場合時速 3km 程度、だいたいプールで1時間測ってどれくらい泳げるかな、3キロぐらいでした。だいたい3キロぐらい、歩くよりも遅いのです。ですから流れをうまく利用した泳ぎの作戦を練らなければいけません。そんな海を水着1枚で、写真見てみると水着1枚で泳いで渡らなければいけません。ウェットスーツは禁止されています。もちろん途中船に乗ることも触ることも許されません。イギリスを泳ぎ出したらゴールのフランスずっと泳ぎ続けます。そして来年はその逆のコースをも泳ぎなければいけません。往復ですからね。しかもゆっくりしていたら流されてしまうので、船から投げ出される栄養補給は10秒以内と石井コーチに言われています。また眠くなったら泳ぎながら寝ます。これは本当はいけないことなんですけど、やはり泳ぎながら寝てしまうんです。居眠り水泳、これが本当のスイミングなんて言っちゃってね、これ石井先生の親父ギャグなんですけど、それほど泳ぎ続けなければいけません。水温16度 C で潮流が速く、そこを30時間以上も泳ぐ、こんなことを話すとどうしてそんなところを泳ぎたいのという疑問が出てくると思います。でもそれが私の夢なのです。皆さんはなぜバレーボールを始めたのですか？面白そうだから、好きだから。私は泳ぎ切った時の達成感や充足感を味わいたくて泳ぐのですが、それは皆さんがバレーボールを始めて上手くなり、あちらこちらの大会に参加して勝って、その達成感や充足感を味わうことに似ていると思います。ワンウェイですが、今年で日本人チャネルスイマー13年になりました。中でも私は12番目、女性の中では5番目の記録です。でもワンウェイを3回泳いでいますので、これが現在の日本最多の記録になっており、ジャパンクイーンオブザチャネル、つまり日本の同番泳の女王とイギリスでは呼ばれてました。でも私がやりたいのは 2A ソロです。 2A ソロを泳いだ人は世界広しといえどもおそらく数十人です。100人はいないと思います。世界では 3A ソロを成功させた人もいますが、それはおそらく数人です。両手の指があれば足りるほどの少数です。日本人では私も含めて 2A に挑戦した人は何人かいますが、成功させた人はまだいません。これをぜひとも成功させたい、これが現在私の持っている夢です。先ほども言ったようにドーバーは世界から腕自慢のスイマーが集まります。しかし挑戦した全員がドーバーを泳いで渡れるわけではありません。オーシャンスイマーにとってエベレストわかりますか？
山なんですよね。エベレストに指摘、世界に君臨する動画です。残念ながら途中、力尽きてやめるもの、寒さに耐えられず目的半ばして挫折していくもの、そんな友達も後を絶ちません。一昨年は3人ソロで日本人チャレンジしたんですけど、2人ダメでした。それぐらいすごく難しい場所です。実を言うと私も2年前はこの挫折組の中の1人でした。そんな過去を少しお話しています。子供の頃から水泳が好きで、皆さんと同じ中学校時代も私は水泳でした。また私が海好きなのは亡くなった父親の影響ですが、海の泳ぎを知ったのは友達からです。そんな折、1999年に放映されたテレビ番組ウリナリのドーバー海峡横断部を見ていました。ドーバーってこんな風にして泳ぐんだ、いつか私も泳いでみたいと思うようになり、それが偶然にも私が参加していた大会、城ヶ島一周のレースでの大会実行委員長が、今後ろでビデオ撮影している石井コーチでした。石井コーチが選手を連れて何回かドーバーに行って泳がせていることを知ったのです。同時にこのレースに参加している水泳仲間から、一緒にドーバー海峡へ行ってみないかと誘われ、石井コーチをリーダーにリレーチームが形成され、思いを実現されることになりました。リレーは6名で1チームです。1人1時間ずつ交代で泳ぎ、到着するまで順番を変えてはいけないし、交代し続けなければいけません。それに対しソロはずっと1人です。協会の公認ルールではこの2種目しかありません。2002年8月、私たちのリレーチームは12時間3分で横断できたのですが、1時間に1回ずつ、12時間っていうと1人2回しか順番が回っていません。私はなんだかちょっと物足りなくて、どうしよう、ソロでやってみたいなって泳ぎ切った時に思ったのです。そして2004年、石井コーチとドーバー 2A を目指しました。ところが原因不明の大胆不通で、2A おろか 1A のフランスさえつけずに帰ってきたのです。まあ欲が深いから、最初から 1A を始めればいいのに、まだ日本人初めての 2A を挑戦したかったので、最初から 2A を目指してきました。まあその時港にフランスにつけず帰ってきて、港に、イギリスの方なんですけど、港に帰ってきた時に、ドバイを公認する協会のトレーニングアドバイザーフリーダーから、あなたはもう一度ワンウェイから始めなさい、もう一度チャンスをあげましょう。2週間滞在していたんですけど、その中で普通の人は1回しかチャレンジできないんですけど、私はもう一度チャレンジしました。ところがこれもダメでした。フランスまであと3キロというところで流され、さっきみたいな地図みたいに流されてしまって、フランスにつけず、ああもうダメだ、私にはもう絶対無理と、船の中で、帰りの船の中でずっと泣いてました。泳いでも泳いでもフランスは近づかなかった。あの時はフランスの夜の街の明かりが流されていたので、横へ横へと流れていったんです。私はもう悔し涙で諦めていました。もう私は泳げない。すると石井コーチは港にまた着いた時に、フリーダーに、来年来ますのでまたよろしくお願いしますと頼んでいるわけです。こうしてそれから石井コーチと私の二人三脚は始まったのです。昨年石井コーチは
ホップの津軽海峡ワンウェイを5月、そしてステップ7月ドーバー海峡ワンウェイ、ジャンプ8月ドーバー海峡ツーウェイと三段跳びの要領でプログラムを組んでくれました。しかしホップの津軽海峡は悪天候で泳げず帰ってきました。ステップのドーバーワンウェイはようやく成功させますが、17時間3分と私には満足できるものではなかった。フリーダーからまたいろいろとアドバイスをもらい、続いてジャンプの 2way にチャレンジ。13時間41分4時間も短縮できたんです。その時は13時間41分でフランスを理解したものの、復路の途中17時間41分で危険と判断され、あえなくリタイア。泣いて泣いて私は石井コーチの服がびしょびしょになるまで泣きました。やっぱり私には無理なんだ、あの冷たさには耐えられない、もうあの波では泳ぎたくない、海なんて絶対無理と、そこには敗北した自分しかなかったんです。しかし石井コーチは私が水泳をやめることは許してくれません。まるでこのような結果に終わることを見過ごしたように、5月のできなかった津軽を8月の下旬に準備していたのです。そしてドーバーのビーチで津軽海峡を泳ぐための練習をしていたのです。この津軽海峡横断泳は去年8月31日、30日に11時間36分で成功させましたが、この時これだという手応えを覚えました。こうして私の泳ぎたい気持ちは首の皮一枚でつながったのです。この時ばかりは私は神様がいると本当に信じました。ドーバー海峡の神様はもう少し修行をしなさいと言い、津軽海峡の神様はくじけてはいけないと見えない糸で私を導いたなと感じました。そしてまさに捨てる神あれば拾う神ありなのでしょう。失敗したドーバー 2A の行為に対して、ドーバー A を公認する協会から2005年のガートル・エイダリー賞が授与されました。でその時にもらったカップはこのカップです。これがガートル・エイダリー賞っていうカップなんですけど、この賞はくじけない人にもらえる賞。このように見ている人は見ていると思うと嬉しくって嬉しくって、泣いてなんかいられない、必ず 2A を泳いでみせるという決意が固まっていったのです。今年は7月18日午前4時37分スタート。最後の1時間は石井コーチと一緒に泳ごうと約束してました。それは今までの2回必ず石井コーチとフランスに上陸していたからです。ワンウェイの間に1時間だけ隣で泳いでもいいというルールがあって、でいつも最後に石井コーチが船は岸の近くに近づけないので、そこから一人で泳ぐのは危ないので、だいたい厳しいコーチが私の横をついて番泳してくれました。でもその時は岩場で危険だと判断され、オブザーバーの女性の方が番泳してくれました。それは午後6時12分で13時間35分でした。だから6分ぐらい早かったのかな、一番私今早い記録です。普段は私は石井コーチから嵐を呼ぶ女だと言われています。それほど普段日本の海電子で天気が悪かったのです。しかし今回においてはどうでしょう、天気もよく常に追い風で私をフランスまで連れて行ってくれました。まあこんなこともあるんです。
ルはワンウェイに10時間かかると石井コーチは計算しました。スリーウェイは30時間、ドーバーツーウェイです。ちょっとこれはチブが小さいんですけど、見えますか？これは津軽海峡なんですけど、ここに青森県があります。こっちが下北半島で、こっちが津軽半島で、こっちが北海道になるんですけど、こちらの津軽半島の中泊っていうところからワンウェイを泳ぎました。1日目、次に福島っていうところから、福島って確か千代の富士なんだけど、お相撲さんがいるところですね、出身の。そこから西の、下北半島の西、ここまで泳ぎました。そして西からまた、潮汲岬の方、函館の方ですけど、またここでスリーウェイ泳ぎました。今年はこの 1,2,3 スリーウェイを8月に泳ぎました。津軽は去年はここの西から潮汲のワンウェイだけをチャレンジしました。ここを13時間ぐらい、ここは15時間ぐらい、ここは11時間ぐらい。本当はぶっ通しでこの N 字型に夜もずっと泳ぎたかったんですけど、海上保安庁から許可が下りなかったので、1日ずつ。でバレーボールはチームで行います。またボール球技ではコート内でネットを挟み、敵味方に分かれる競技ですから、バスケットボールや野球、サッカーのように相手チームの人とぶつかったりしない競技特性があります。これはテニスや卓球と似ており、その真髄を守ることです。一点に点取りゲームと思われがちですが、本当は点を取られないようにするゲームなんです。ですから皆さんがオリンピック代表の現役選手と対戦しても勝つチャンスはあるのです。どうやって勝つか、それは守って守って守り抜くことです。さあ来いと構えて、どんなボールでも拾って拾って拾いまくり、すべてのボールを相手のコートに入れれば相手の方からミスします。つまり勝つことができるのです。サーブで相手のコートギリギリ、ギリギリに打ち込む。しかも速いボールで打ち込めば相手のミスを誘います。スパイクも一見攻撃的に見えますが、これも相手がボールを返せない、つまりミスを誘うための一つのプレーです。しかしスパイクのリスクはブロックされること、つまり自分たちがミスをしそうになることです。皆さんにとっては スパイクで決めればかっこよいとやりたがるかもしれませんが、これは決まればの話であって、決まらなければ、つまりブロックなどで返されて、そして落としてしまえば自分たちのミスとして点を取られてしまいます。したがってバレーボールの基本は派手なスパイクなのではなく、地味なボールを拾って拾って拾いまくることになります。相手のチームからのどんなスパイクでも拾いまくって、そのスパイクを決めさせなければ皆さんは勝てるようになるのです。ただ広いコートをたった一人で守り抜くことはできません。チームプレーですから、6人が一丸になって守り抜くこと、つまり味方同士の信頼関係が重要な鍵を持っているわけです。エース1人を立ててそこを中心にするプレーという方法は特策ではありません。ドーバーや津軽海峡を私は泳いできましたが、
決して一人で泳いだとは思っていません。水先案内をしてくれる伴走船、栄養補給や私の調子を見てくれるコーチ、それこそ私は泳ぐだけですが、私の耳になり目になり頭脳になり、この永遠を成し遂げようとしてくれます。これらの誰かが未熟であれば、私はドーバーも津軽も泳ぐことはできません。津軽を泳いだ話で3日間とも船頭さんは交代してもらいましたが、すべて地元の船頭さんにこだわるのはそれだけ海域に詳しいだろうという予想からです。このようにしてすべてを一流にして初めて成し遂げられる遠泳なのです。つまりチームなのです。ドーバーではドーバーを泳がせる専門の協会から登録された専門の船頭さんを紹介してくれますが、私はニールという船頭さん絶対の信頼を置いています。ニールは彼自身がスイマーというだけではなく、彼のお姉さんのアリソンはミネスブックにも出てくる世界で最も多くドーバーを泳いで渡った人、43回も横断しています。彼のお母さんはフリーマン、アリソンのコーチでもあり私のアドバイザーでもあります。ドーバーの水先案内船をやるようになってからまだニールは日にちが浅いのですが、日に日に成功率を高くして今や人気の船頭さんです。石井コーチはドーバーや津軽だけでなく世界の名だたる海峡の泳ぐサポートをしてきました。ドーバーだけでも今年で14回目だそうです。津軽は今年で7回目、他の海峡も入れて合計するとその回数たるやなんと軽く100回を超して、海を泳がせることにおいては日本一だと私は思っています。このような一流の環境に自分を置いて、残るは自分の練習だけです。津軽やドーバーを成功させるテクニックはレースに対する体感能力を高めること、ラフウォーター、荒れた海で泳ぐ能力を高めること、夜間泳を可能にさせることの3つです。精神面では喋らない、前を見ない、ずっと呼吸をしている時に横を船を見たり、まあ外のこっちの海を見たり、平泳ぎみたいに前は見ません。喋らないは止まらないとも言え、喋ってる暇があるなら泳ぐという意味です。止まると流されるだけになってしまうからですね。ですから栄養補給も10秒以内とは初めの方にも言ったとおりです。津軽を泳いだ時に迎え潮、潮が泳いでる反対から来た時に、そこで2時間ぐらいずっと同じ場所を泳いだ時があります。その時に栄養補給をもらいました。でも栄養補給の時は、まあ、泳ぎながら飲むんですけど止まってしまうので、その逆潮で自分がどんどん後ろへ、船の後ろへ流されるのが分かるのです。そういうこともあるので、なるべく栄養補給は短く、なるべく止まらないで泳ぎ続けるっていうことが早くゴールに達成する秘訣だと思います。前を見ないは結構重要です。私たち長距離スイマーは普段の練習で自分のスピードが分かっています。まあ私は1時間に 3km くらい泳いでます。まあごく普通のスピードですが、仮に自分が泳いでいて前を見たとき、ああゴールか、あと3キロ、ああ1時間かと、もうすぐ頭の中にインプットされます。パッと見て、ああ、あと3時間だな、もう頭の中ですぐ計算します。実際は流れがあるので 90% 以上が合っているわけではありませんが、前を見て良いことは一つもありません。
3時間でセットして3時間のペースで泳いでつかない時がとってもショックです。さっきもおしゃべったようにすがるで、あと2時間ぐらいでつくかなこの距離はと思って、頭の中は2時間でインプットされてるんですけど、その逆潮のおかげで同じところを2時間泳いで、つい泳いでも泳いでもつかない、おかしいな。だから前は見ない方がいいんです。人間の能力は素晴らしく、反応を早めるために予測をするのです。それでは今から簡単な数の問題で皆さんにも予測してもらいます。では1、2、3、4、5、6、1、8、はい、8の次は何ですか。そう、9ですね。では少し難しくします。2、4、6、8、10、12、次は何ですか。わかりますか。14ですね。じゃあもう一つ、1、3、5、7、9、次は11ですね。これは簡単な問題です。つまり過去が分かると未来が予測できる。これが予測ですが、スポーツの場合もっと複雑です。将棋の世界では10手先を読むとか20手先を読むなんて聞いたことありませんか。将棋は私はできないので一手でも先は分かりませんが、上手になればなるほど未来の予測はかなり先まで、しかも正確に見られるようになるようです。バレーボールでも上手な人は次にどこにボールが飛んでくるなんて予測ができるようです。予測できますか皆さん。難しいですか。バレーは、ね、やったことないからあんまり私わからないんですけど、で予測ができるようになると予測に対応する動作をするようになります。まあ先行動作と言いますが、構えるといった方が分かりやすいでしょうか。次にどんなボールが来るか先行動作として構える、これを反応時間を極端に縮めます。しかしその裏をかく作戦もあって、時間差攻撃なんていうのは日本人が考えた方法ですが、トスを上げた瞬間にアタッカーがジャンプして相手のブロックを誘います。ところが初めにジャンプしたアタッカーはおとりで、後からジャンプしたアタッカーがスパイクを打ちます。まあこのような裏をかく作戦はいくらでもあると思いますが、それは江坂さんの方が詳しいでしょう。いずれにせよこの裏をかくは相手の先行動作を誘発してその予測を裏切るための行動です。まあいろいろおしゃべりはしましたが、これ以上は江坂さんに聞いてください。いずれにしよう、個人プレー、対人プレー、チームプレーとして考えたとき、そのチームのレベルはチーム内の最も低いレベルの人と同等になります。つまりエースが1枚あるいはエースが2枚揃ったからでは勝てません。例えばエースが5人いたとしても残りの1人のレベルが低ければ勝てないのです。個人プレーのレベルが上がれば対人、つまり相手 の望むところへ望むようなトスやパスができるようになります。引いてはチームプレーとしてレベルが上がります。ドーバーでもツガルでも私のレベルが上がれば、ひいては チームとしての遠泳レベルが上がり、テリトリーが広がります。つまりどんなところでも泳げるようになるんです。今年ツガル海峡をリレーで私が3ウェイ目に泳いだ場所なんですけど、大間の下のサイから函館の潮汲まで泳いだんですけど、そこでリレーで3人のリレーでチャレンジした方がいます。私はそこでソロで、まあ、無事泳げました。でもその3人
ていう方はやっぱりそのレベルの違いがあって会えなく及ぶことができませんでした。やっぱりリレーでも同じようなレベルの人を持ってきて、もっとあの津軽の波はテレビで見たことはあると思うんですけど、すごく荒波なんです。そういうところで、まあ、こちらの私はいつも静岡で練習してるんですけど、海でもっともっと練習して自分の能力を高めて、そして津軽にチャレンジするという行動をした方が、あのリレーの3人組の方は良かったなと思います。1人でもちょっと能力の低い方がいらっしゃると、そのリレーが成功させるっていうことは難しくなります。ですから最近私のやっている練習は実践が多いです。実際に海で泳ぎ、低水温や波を体験します。自然の海で対応能力を高めります。ですからもちろん冬でも10時間以上続けて海を泳ぎます。先週その静岡の沼津の淡島から大瀬崎まで2ウェイ泳いできました。やっぱり水温は16度しでとっても冷たいです。でも冷たい、でも泳がなければ私はうろうろ泳ぐことができません。それが練習です。途中で休めば潮に流されます。泳ぎのリズムも狂います。当然休めます。その間の栄養補給はどうするか、短時間で有効な栄養補給が望まれます。低水温に耐えるため体づくり、すなわち体重を増やさなければいけません。こう見えても私は女性です。美容を考えないわけはありません。これをチャレンジするのに10キロ以上太りました。まあ、江坂さんに聞けばわかると思いますけど、とっても綺麗だったんですよ、川島は。今こんなデブちゃんになっちゃうんですけど、で、その栄養補給するのはこういうプラティカスというので、これも先生と練習の中で、あの先生そこで笑ってないあの編み出したっていうか、これが一番いいんじゃないかっていうので、海の中で放り投げられて、これだと一応とりあえず入っていったものとして、すぐこうやって口の中でもう押すければ出ることができる。自分はもう口の中やなんかもう疲れ切っちゃって、飲み込むのも、まあ、食べるっていう、食べることなんですよ。飲み込むことはできるんですけど、食べることができないんです。だからスッとして、まあ、ここ紐くっついてるんですけど、そして先生にポイッと浮かびます。まあこれは、まあ、先生と私が編み出したんですけど、それから永遠をする方は大体取り入れていらっしゃるみたいで、あとはあの冷たい水温ですので、やっぱり温かいものが飲みたいです。で、その温かい飲み物をどうやってあの船の中で渡すか、どうやって温かいものを維持できるかっていうことで、さてどうしたと思いますか皆さん。この容器を温めると思います。また何かいい案があったら教えてほしいんですけど、それは私たちはここにホカロンをつけます。そしてそれ、これが大体15個ぐらいあるんですけど、他のピタピタつけて、あの風を通さないカバンに入れて常時温めています。それをいつでも40分に1回補給するんですけど、ポイッと投げられてで食べるところですけど、これもまた面白いんですけど、その水温16度 C と水温、まあ、23度で飲むときと同じような方法をしていると、だいたいこの中の温度が決まっているので、ポカられた時に水温16度 C ですぐ冷たくなってしまうとか、23度でポカられて熱くても飲めないとか、そういう温度調節もある。これはやっぱり練習で分かったと思うんですけど、
まあ、そういう作業はいつも石井コーチがしてくれます。だから人間は一人はできないっていうことにもつながります。また大きな声では言えませんが、泳ぎながら泳ぎながらおしっこで、おしっこがね、できなければな、おしっこするとあったかいんですよ、また、ね、それだけど大きい方は出ないように、固形物は食べないようにしています。まあ泳ぐときは食べません、もちろん。で、朝もウィダーゼリー飲むぐらいで、あとは食べません。で、長時間だと睡眠ゴールドがなぜか水漏れしてしまいます。また前回の海練習で睡眠ゴールドを落としてしまいました。とってもショックで、まだ未熟者だなって実感しました。その睡眠ゴールドを交換するっていうのは、夜は暗いですので黒い眼鏡をしていると何も見えないんです。でも昼間は明るい色の眼鏡をしてないと眩しくて、まあコーチの顔や船頭さんの顔が見えないぐらいです。だから昼間は結構暗い色の水中眼鏡をかけて、昼間は普通の透明の眼鏡をかけています。で、水温16度 C となるとやっぱり手もかじかんじゃって、これ変えるのにも一苦労です。だからそれも含めて、そのゴーグルを変える練習を海でもしています。そして耳栓もします。耳栓をすると、結構三頭器官を冷やさないためにいいと聞いていますが、やはりイギリスに行った時に他の同じようなスイマーもしていました。水着は普通の競泳用の薄い水着で、目立つ派手な水着を着ています。そして水着を着て泳いでいると、ここら辺とか、まあいろんな箇所ですけど擦れてきます。ですから、あのラノリンという羊の油を塗ります。何回か擦れて痛い思いをして、練習ができなかったことがあります。これはあのラノリンを塗った時はいいんですけど、これを落とすのがまた大変なんですけど、やっぱりそれは自分のため、痛い思いをしないため、次の練習につなげるためにはそのラノリンを塗ります。今回ドーバー海峡と津軽海峡を泳いで、その周辺に取り巻く環境や人々の違いなどを話させていただきました。海を泳ぐことを通じて、いろいろな体験や学習もしてきました。そんな話を聞いていただいた上に、バレーボールが専門の江坂さんの前でバレーボールについて語ってしまいました。どうもすいません。皆さんにも場違いだと思われたらここで謝ります。どうもすいません。でも皆さんにはどう感じられたでしょう。ワンエースは日本人では13人しか成功していないドーバーを、来年私は 2A に挑戦します。またまだ日本人では誰もやったことがない津軽の縦横断、先ほどのワンウェイの初めの津軽海峡の青森の小泊まりから潮汲の北海道の函館の間100キロワンウェイを泳ぎます。こういった温かな人たちに見守られて、その時が一番幸せだなと感じる時なんです。これからもずっと泳ぎます。ジャパンチャンネルクイーンです。皆さんのバレーボールはどんな目標ですか？どんなバレーボールの選手になりたいですか？1年生の皆さんは先輩方のプレーや行動を見て、わあすごいなと思ったことがあると思います。ああいう風になれたらいいななんて感動したことはありませんか？素晴らしい先輩たちも実は1年生だった時は同じ思いをしたと思います。
2年生も3年生も来年の春が来たら新しい出発になります。良い先輩を見つけ、素晴らしいプレーや行動を観察してください。素晴らしいプレーや行動の裏には必ず努力があります。その努力を見抜いてください。そして真似してください。真似したら感謝してください。するとあなた方の周りには素晴らしい人があふれてきます。周囲の方々には、私も素晴らしい人たちに恵まれているなぁと実感し感謝しています。そして何も初めからドーバーやスワルがあったわけではなく、一生懸命やっていたらようやく見えてきました。その目標に向かって邁進できる環境があったからここまで来れたのです。ですから皆さんも一生懸命やったら必ずできるようになります。周囲の人たちも協力してくれるはずです。そのためには自分が練習です。目標を持って歩み始めたら、その目標は必ず見えてきます。私は目標を持つ素晴らしさを身をもって体験しました。目標のない人は目標を作ってください。目標のある人はそれに邁進していってください。きっと充実した人生を送ることができるでしょう。それで私のお話はこれでおしまいにします。長々とどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。せっかく